こんにちは、トレサージの熊谷です。今日は、実際に実技編をやっていきます。前回エムバペ選手の、考察、走り方の考察をしたので、その動画見てない人は先そっち見てからこの実技編見てください。で、前回のおさらいさっとすると、エムバペ選手の走り方、特徴的なポイントをいくつか挙げました。まず1つ目、肩甲骨の上下動。2つ目は肩甲骨の押し出し、そのためには大胸筋を伸ばすこと。で、3つ目は、足の回転を上げるというところですね。それらについて今日は実技をやっていきます。で、まず1つ目は肩の上下動をやっていきます。棒があれば棒で、なかったらタオルでも大丈夫です。持ってもらって、肩をこうぐーっと上に上げながら、こう力むような形、肩をぐーっと上げながら手も上げていって、上まで来たら今度後ろに肘曲げながら、今度肩引き下げます。引き下げる、ぐーっと、できるだけ下まで行く、今度肩引き下げる、でまたぐーっと上上げて、肩肩甲骨持ち上げて戻す、上げて下げる、で下げたところから上げるっていうエクササイズですね。これ意外ときついです。で、胸も開くし、肩が動くことが分かると思います。で、次のエクササイズは大胸筋のストレッチです。大胸筋のストレッチ、どうやるかって言ったら、手を広げて後ろにグッと引くだけ、グッと引く、グッと引く。で、手は肩の延長上に来るように、床と水平になるように、グッとグッと引く。でも引いた反動で前に戻ってくるようなイメージ、引いた反動で前に戻す、引いた反動で前に戻す。これやりましょう。次のエクササイズは肩甲骨の押し出しをやりたいので、四つん這いになってぐーっと地面を押す、で戻す、ぐーっと地面を押して戻す、ぐーっと地面を押してこれをやってみてください。最後は足の回転を上げるってところですね。足の回転を上げるエクササイズは、手をついてここからマウンテンクライマーして、早く足を引く、このエクササイズです。これは10秒ぐらいやります。これは10秒ぐらい、意外ときついです。で、意識してほしいのは、お尻はなるべく上げないようにというところと、足を早く引きつける、こうかかとがこう上に行っちゃうんじゃなくて、膝を引きつけるイメージでやってみてください。前回エムバペ選手の考察をして、今日実践ということでいくつかトレーニングを紹介しました。まあ、今日紹介したのは本当一部なので、もっと詳しく知りたい人はコメントしてください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。